金田一洋次郎です。本日の企業はですね、VT ホールディングスさんという会社に来ております。名古屋のですね、栄のですね、事務所の方に来ておりまして、今日はですね、VT ホールディングスのですね、高橋社長にですね、直撃インタビューしたいというふうに思っております。ディーラーを超えるディーラーへというコンセプトでですね、躍進を続けている企業ですので、非常に楽しみにしています。それでは早速参りましょう。この番組はコンサルティング&リサーチの KCR 総研の提供でお送りします。金田一洋次郎の直撃インタビュー。本日のゲストは証券コード7593、名称2部、ジャスタック上場、 VT ホールディングス株式会社代表取締役社長の高橋和穂さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、社長よろしくお願いします。よろしくお願いします。社長はですね、IR チャンネルはちょっと出演初めてということなんですけれども、KCR 総研の方ではですね、非常にレーティングの方もですね高くご評価をさせていただいておりましてですね、まずですね、ちょっと初めてということもありますので、その事業の概況等ですね、ちょっと教えていただけませんか。はい、はいはい。基本的に新車のディーラーがメインなので、はい、今はもともとホンダからスタートしたんですけど、今は日産の比率が高いんですけども、ホンダが 17% ぐらいで全体の、はい、日産が約6割っていうような、はい、売上比率になっております。なるほど。ほとんどそれ以外にもあるんですけども、はい、90% 以上はディーラー業ということですね。はい、なるほど。自動車ディーラーってもうすごい分かりやすいご商売だと思うんですけれども、基本的にはその上場したのがですね、1998年9月ですかね、はいはい、名称2部に上場されて、はい、その翌年からもう M&A なんかされてるような感じなんですよね。その辺っていうのはもともとその M&A をするしかその成長の方法がないということはもう以前からずっとこう考えていて、はい、でその M&A をするにあたって一番こう手っ取り早い手段は何かということで上場に行き着いたっていうのがもともとの原因といいますか、逆なんですね。つまりその成長するために上場したという、そうですね、その M&A 戦略で、はい、なるほど。だからそれまで上場まで、はい、ちまちまとこういろいろそのノウハウを事業のためて、構築を、でそれまではこう拡大もせずにずっとこう我慢してきたんですけど、上場後に、なんか上場の目的が M&A っていうのはちょっと珍しいですよね。なんかすごい戦略的というか、その将来のところからこう逆算していくと、結局M&A をやりたい、じゃあその前に何がをやるべきかという上場っていうところに逆算するとこう行き着いて、そういう順番をこう辿ってきたということですね。なるほど。今冒頭お話しいただいたようにですね、自動車関連がですね、もう97% をですね、もう占めておいて、基本的にはその自動車ディーラーさんをですね、どんどんこれからも M&A していくという、そういう戦略がまずあるという理解でよろしいですか。そうですね。過去にはいろいろ車関係以外のところも、そうですね、なんかキャピタルを持って、隣の芝生が青く見えて、こういろいろ利益率の高いのに憧れてこうやったりしたんですけど、要するに M&A ですよね。そうですね。結局その、やってみると自動車のディーラーというのは利益率は普通の他の製造業の中に比べて、はい、ちょっと低く見えるということですね。低いけれども、絶対に失敗がない、間違いがないので、それを続けるのが一番逆に効率がいいなというところに、また再度こう戻ってきた、落ち着いて、で今本業でこうマシブラという、そうですね、もう他ごとやる気は今とかないですね。なるほど。今その本業のですねビジネスっていうのはまたその再起動しているようなイメージがあってですね、今期はですね、売上高、営業利益、経常利益とも一応過去最高っていうような、そういう着地になってきてるんですけど、その辺の秘訣ってどうなってるんですか。つまり本業ですからもう M&A うまくいくという、そういう理解でいいんですかね、単純に。今期についてはその4月に2社買収したのがあるので、その分がくっついてきて、で増収増益になるということなんですけど、必ず2社とも大赤字の会社だったので、必ず利益を出せるっていうところが我々のノウハウで、ですから売上だけ増やすっていうのは買ってくれば何でもくっつくんですけど、必ず利益も上げるっていうところが我々の一番ノウハウのあるところですね。御社その結構スピード感を大事にされているという会社と聞いておりましてですね、中にはその店舗によってはその2ヶ月ぐらいですかで、もう要するに黒字化
していくという店舗というか、まあ会社ベースですね。あ、会社ベースですね、それはどういうノウハウが裏側にあるんですかね。まあ、例えば、まあ、あの日産 の, その埼玉県のディーラーなんかも、その最初の月から4月から黒字化 し,、してますけどね、まあ、大体遅くても2ヶ月ぐらいあれば。なるほど。そうするとまあやっぱりその既存のディーラーっていうもの自体をまあ要するにその、まあ、変えていくというか、まあ、要するにそのもう新しいものにしていくというか、まあ、皆さんディーラーのやってる方もその顧客目線っていうのはいつも口では言ってますし、まあ、やってるつもりなんでしょうけど、多分きちっと掘り下げて そ, の、そこをシステム化できてない、追求して、やってるっていうところまではできてないと思います。そこがまあ、あの簡単に言うと違いは違いなんですけど、まあ、その辺がまあ御社要するにそのまあ一つのコンセプトでしょうか。ディーラーを超えるディーラーやっていうのはそういう目指す方向であるというそういうことなんですね。そうですね。まあ、その中でですね、あの非常にあのまあとは言いますと自動車ディーラーってこう国内だけ見ますとね、どうしてもその新車販売台数っていうのはやっぱりその500万台も届かないような状況でしてですね、それと若者のねその車離れっていうのもちょっと深刻というふうに言われてますけど、その辺っていうのはどうなんですかね。環境なんか悪いんじゃないかっていうイメージもあるんですけれども。まあ別にその確かに日本の市場っていうのはずっとこう右肩下がりで、おそらくこの先もまあ下がり続けると、であるところでまあ底打ちはするんでしょうけど、あのまあどっちみちその車自体がそのなくてはならないものでもあるので、それはなくならないですね。ゼロになることはまずない。まあ半分になったって別にその半分の需要があれば十分我々はその利益も上げれるし、あの逆にそのまあおそらく1割以上その販売台数が急激に減ったら、ほとんどのディーラーが赤字になると思うんですよね。あ、まあ、それはそれで、まあ、こちらにとってはチャンスでもあるし、なるほど、逆にですね、普段別に1割2割減ったって全然その、まあ、何ともないので、なるほど、そこはあの問題ないですけどね。その辺が面白いのが、あの御社はその基盤収益カバー率ですか、これを非常に重視されているということでございまして、この数字っていうのは要するにその新車が売れなくてもまあ、利益が出せる体質、まあ、理論上は確かにそうなんですけど、現実的にはじゃあ新車が本当にゼロだったら利益上がるかってちょっと微妙なところありますけど、まあ8割減ぐらいだったら赤字にはならないと思います。まあ、あの数字上は一応ゼロでもあの赤字にはならないとはなってますけど、その現実じゃあ今の販売台数、まあ3万台以上なんか売ってますけど新車だけです。それがじゃあそのゼロになるっていうことはまずは考えられないですからね。ありえないですからね。でどうしてもその新車っていうのは絶えずそのメーカーさんも考えていろいろその売れる車をこう出してるんですけど、なかなかその当たるヒットするっていうのは数が少なくて、でそれに相当左右されるまあ業界なんで、なるほど、そこがどうしてもねこうまあ嫌だというか、なんとかそのまあ新車の体質としてですね、あのまあ人気に左右されない会社にしたいっていうことで、まあその新車以外のところの収益で経費の 100% 以上出すっていうところを目指してきたんです。なかなか100超えるのはやっぱり何十年もかかってますからね。なるほど。まあ、それでも今主要5社の平均で 103.2% という数字が出てて、ね、まあ、ここ数年でやっと超えてきたっていうところですけど、まあ、素晴らしいですね。それとですね、先ほどあの、まあ、新車のですね、まあ、要するにその、まあ、台数自体はまあ要するにその減ってるかもしれないですけど、保有台数っていうのはでも保有台数は ね、 ねほとんど、まあ、あの横ばいですけども、まあ、あのよく見ると少しこう増えてる。そうですね、2002年3月期比では今 10% の増加ぐらいになってますから、まあ、そういう意味では御社 の、 そのビジネスというのは一応車の、まあ、保有台数が増えてる分に関しては比較的どうなんですかね、追い風みたいな部分も、まあ、一番収益の元っていうのは新車の販売の粗利よりもそのサービス収益っていうその修理とか車検とか点検のところが一番大きいので、そこはそのまあ、保有台数に比例した売り上げになるので、そこが減らなければ、まあ、あの収益的には安定はしてますね。まあ、つまり取扱い台数が基本的には増えていけば、まあ、要するに基本的にはそのストック型のビジネスモデルといいますか、御社自身は要するに収益を積み上げていくことができると、そうですね、まあ、サービスが固定給で新車ボーナスみたいなもんですから。なるほど、なるほど。面白い表現だと思います。まあ、そういう意味ではですね、非常にちょっと楽しみなんですけれども、まあ、どうなんですか、その M&A 戦略っていうのはですね、まあ、どうしてもこう出物っていうのがやっぱり出てきて初めて成長できるという部分もありますけれども、まあ、どうですか、来期再来期とですね、まあ、比較的どうなんですか、こう成長としては積み上げていけるというような考え方でよろしいんでしょうか。そうですね、そのまあ絶えずですね複数こう話としてはあるんですよ、なるほど。で、まあ、こちらもそのまあ選ぶ権利もあるので、
で相手さんもあることですけども、その中でよりまあ、あのいいものというか、はい、あのこちらの要望に近いものをあの、まあ、物色してやっていくと。でただその既存店ベースでいくと、先ほどのお話のようにこう右肩下がりなんで、多少で M&A した分だけプラスになると、なるほど、いうことをずっとこう、まあ、まあ十数年続けてきたんですけど、はい、実際問題はその、まあ、その分で増えて、まあ、上場以降そうです、ね、十数倍の売り上げまでは来てますけど、確かに、まあ、非常にあのもうあの上場来の話ですが、売上高で13倍、経常利益で21倍の成長ということなので、まあ、これはやっぱりその今までの その M&A 戦略というのはやっぱうまくもう回ってきたから現状があるということですよね。その中ですね、あとあのそのどうしてもその M&A していきますとですね、まあ、負債の増加ですとかね、まあ、その例えばそういったところを心配される投資家もいるかと思うんですけども、この辺というのは最近その新株予約権なんかもこう出されてですね、かなりこう自己資本なんかも充実させていくというそういう戦略でいらっしゃるという。そうですね、自己資本はもう2割は切らないレベルで、うん、まあ、大きければ 多いほどいいんですけど、はい、2割は最低でも切らないレベルでを維持したいという気はありますね。なるほど、まあ、財務体制にはかなり気を使って、要するにその成長戦略を描いていくという理解でよろしいですかね。まあ、そうですね、その、まあ、M&A をやめれば、うん、4、5年あれば借金ゼロっていうのも可能なんですけど、やっぱりそのそうすると成長もできないし、そうですね、どうしても買ってくる限りは、はい、その分負担は増えるし借り入れも増えますけど、ね、うん、なるほど、ですからその借り入れだけに頼るっていうより、まあ、株価が上がれば、はい、ファイナンスもしたいということで、この間 の新株予約も発行されたという、はい、そういうことなんですね。なるほど、あとですね、最後にあのちょっと株主還元のことを聞きたいんですけども、一応の配当成功 20% ということでございまして、はい、まあ、この辺というのは一応配当成功主義でどうなんですかね、こう還元なんかに一応手厚くしていきたいという考えがあるんでしょうか。まあ今のところその 20% をなんとか維持したいと、はい、で過去には20と言いながらその15とか 18% とか微妙にこう足りないというのがあってですね、そのまあ株主さんからもその 20% と言ってる割には出してないじゃないかということもあって、まあそれはあの数字が情報修正にどんどんなっていくと、その増配をどんどんしないと結局結果的に20切っちゃうということもあるので、まああの今後はですね、きちっとやっぱり20は維持したいと、きっちり。で、まあ、M&A がなければ3割でも4割でもできるんですけど、はい、やっぱりどうしてもそこの成長 その、まあ、あの資金も必要なので、まあ、やっぱり20というところは当面は維持したいなと。なるほど、まあ、株主一応あの優待も実施されておりまして、まあ、その辺のところはまあ比較的還元にはあの要するにその、まあ、手厚いって言いますから、やっぱり結構考えてらっしゃるという理解でよろしいですかね。まあ、株主優待もあの去年ちょっと変更したんですけど、はい、それまではとにかくまあ、我々の店でその車を購入いただければ3万円安くなるとか、その車検が安くなるとか、そういうものばっかりで、その全国的に使えるものでもないわけですよね。でそれをまあそこもまた苦情がいろいろあってですね、苦情というかまあ要望があって、今はそのまあ選べるギフトの、なるほど、ギフトの方ですね、をまあ追加しました。非常に個人株主もちょっとこう配慮されたという形ですね。そうですね、それとレンタカーはねほぼ今全国的に展開しているので、レンタカー の2割引きという件はまあ前からやってますけど、なるほど、なるほど。まあ、あのそういう意味ではですね、まあ、あの積極的にその IR の方もですね、まあ、あのこうしていただけるということでですね、まあ、投資家の方もちょっと期待していると思いますのでね、はい、まあ、ぜひあの今後ともちょっと継続的に報告していただけるというふうに思っております。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは金田一さん、この企業を見るポイントをお願いします。はい、インタビューをまとめてみます。 VT ホールディングス株式会社はディーラーを超えるディーラーを目指す企業であり、ホンダ系、日産系を主軸にディーラー業務を世界的に展開している。1998年の上場後、2012年3月期までに売上高で13倍、経常利益で21倍の成長を見せており、まさに異色の自動車ディーラーということができる。成長のためのビジネスモデルは3つ。1つ、 M&A による成長戦略。2つ、ストック型ビジネスモデル。3つ、基盤収益カバー率の向上である。今期は売上高1180億円、営業利益78億円、経常利益76億円と過去最高を見込む。また来期にかけても大型買収案件が進行中と思われる。2012年11月22日発表の KCR 総研の総合レーティングはプラス2倍、
であり、買いを推奨する。当面の目標株価は852円とする。以上、直撃インタビューのコーナーでした。この番組はコンサルティング&リサーチの KCR 総研の提供でお送りしました。